はい、ジェムチャンネルご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、続きましてですね、アニメーター科の展示に来ました。それではアニメーター科の見どころを福澤先生お願いします。はい、ではアニメーター科の展示ご案内したいと思います。はい、どうでしょう。はい、このような教室になっておりまして、はい、こちらですね。はい、学生が卒業制作のために制作したアニメーション、このポスター、そして、はい、こちらはですね、実際のアニメーションの原画や絵コンテ設定というものが展示されております。はい、他にもですね、こちらのブースはご自由にお取りくださいのブースになっておりますので、ご来賓でですね、ご参加いただきました皆様に自由に、取ってもらえるような形になっております。そして、あちらの方ですね、日々の学校の写真であったり、行事ですね、こんな楽しいことやってますね。こちらは、アメリカの異文化研修旅行、台湾の異文化研修旅行という形になっております。では、続いてあちらですね。こんにちは。はい、でこちらはですね、1年生の会場ということになっております。1年生も、1年間勉強してきたですね、能力を生かした制作作品、等身大パネルなんてものも思っております。そして、こちらなんかはですね、アニメーションをパラパラ漫画のように見れるパラパラ、はい、どうでしょうか。こんな感じで動いて見えますかね。一枚一枚丁寧にですね、作画しております。はい、5分ぐらいの作品なんですけども、1作品500枚近くですね、もう描いてるんですね。そしてこちらの会場ですね、反対側になります。はい、こちらですね、アニメ上映中と、ありますけれども、当然紙の展示だけではなくてですね、作った作品の映像も、はい、こちらの会場で上映しておりますので、ぜひお楽しみに、してください。今日明日とですね、ジャムフェス開催しておりますので、ぜひお越しください。はい、ありがとうございました。皆さん、ジャムフェスどんどん来てください。